新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。というわけでローソンで唐揚げくんまんを買ってきました。唐揚げくんまんは鳥年にちなんで鳥の形をしているのです。デレレレレーン、唐揚げくんまん、コケ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 、すごいっすな。ドゥン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 、かなり形を保ってます。おお、かわいいです。ちょっとかじりつくのがちょっと忍ばれますが、食べないとレビュー動画にならないのでかぶりつきます。どっから行きましょう。じゃあ正面から行っちゃいますよ。これ何味なの、何味、うわー、グロ注意。ちょっと食べてみます。色がついてるだけですね。これも食べてみましょう。目ん玉もいっちゃいますよ。クイークイーコケコケコーウェー、いい加減にしなさい。もういい加減にしなさいって感じですね。はい、じゃあいきます。うん、整います。甘いソースの味が強いです。鶏肉の食感があまり感じられない。もう一回言ってみます。鶏肉がかなり細かく刻んであるんですね。なんか普通の肉まんの椎茸ぐらいの感じです。もっと肉がゴロゴロ入ってた方が良かったんですけどね。でも美味しいですよ。うん。
ごちそうさまでした。それでは本年もよろしくお願いします。